皆さんはご存知だろうか？伸びろおじさんを。伸びろおじさんって、時々インドから帰ってきてはよくお小遣いをくれるおじさんだよね。そう、そしてパパの弟でもあり、よく登場する伸びたの親戚のおじさんなのだが、実は伸びろに似た人物や、お小遣いをくれるおじさんが他にもたくさんいるのはご存知だろうか？というわけで今回は、二人いる？パパの弟伸びろおじさんについて、だ。夢でも、嬉しかったな。というわけで今回は、パパの弟、伸びろおじさんについて、掲載年月日順で解説していこう。まずはその初登場回、1973年8月小2連載、コミックス5巻、ゾウとおじさんにて。珍しいお客様よ。伸びろおじさんが、インドから帰ってきたの。よ、しばらく見ないうちに、大きくなったなぁ。と。彼こそがインドによく行っている伸びろおじさんであり、パパの弟なのだ。この回、伸びろおじさんの思い出話で、終戦間際に動物園の象を殺処分するというお話。子供の頃の伸びろおじさんは、花尾という象に入れ込んでおり、その殺された花尾が、なぜかインドのジャングルで死にかけた時に再会したという。詳しいことは各自本編を読んでみてほしいのだが、これは、戦時猛獣処分という、日本では主に上野動物園で行われたものが有名で、実際にジュンという象に起きた出来事を元ネタにしており、この話の絵本、かわいそうな象などが有名であろう。へえ、この話元ネタがあったのね。うむ、そうなのである。今の50代、60代なら国語の教科書とかで読んだことがあるかもしれないな。でも、それとは別に伸びろおじさんがなぜインドへ行っていたのか。しかも探検隊のような格好で、山奥を歩いていたようで。藤岡弘探検隊かな？マスメディア系なのか、NPO 活動なのか、冒険家なのか、その職業は一切不明だが、そんな感じに、インド帰りのおじさんとして登場した伸びろおじさん。その再登場は結構先で、6年後の1979年5月小4連載、コミックス18巻お金が湧いて出た話にて、こいつは、いやー、おじさん、と、しばらくインドへ行っていないのか、日焼けがすっかり治った伸びろおじさんは、どうだ、相変わらず小遣いに困ってるだろう。いいから、遠慮しないでとっとけってば。じゃ、どうもありがとう、と、お小遣いをくれるおじさんとして登場し、翌月の小4連載、コミックス27巻、切り返し期タイムスコープでも、のび太が遅くに家に帰ってきた時、そうそう、あのおじさん、いつも小遣いをたっぷりくれる、来てるの、来てたけどついさっき帰った。と、前回の件もあるのか、のび太にとってはお小遣いをたくさんくれるおじさんとなっていたのだが、残念ながら本人を目の前にしないとお小遣いはくれないみたいだな。まあ、本人がいないのに渡すのは渡す側も気が滅入るしね。ただ、この回は、切り返し期タイムスコープという、もしあの時こうしていたら、みたいな未来が見えるこの道具で、のび太が野球に行かずに家で勉強していると、よ、偉いな、小遣いやろう。と、本当にお小遣いをくれるのであった。伸びろおじさん本当にめっちゃお小遣いくれるんだな。子供にとっては神みたいな存在やね。そう、それゆえに伸びろおじさんは伸びたに非常に好かれており、しかも伸びろおじさんは本当に気前がいいので、同年10月小4連載、コミックス22巻、税金取りでは、オフ。伸びろおじさん。またインドに行くことになってさ、3年ほど帰れない。それで3年分のお年玉を先払いしておくよ。めっちゃ大盤振る舞いやん。そう、しかも金額は3万円。すげえ。この回、伸びたは分け合って遠慮していたのだが、とにかくこの伸びろおじさんはよくお小遣いをたっぷりくれて、そして今回もまたインドへ3年行くだけではなく、3年分先払いしてくれるという、長期前の良いおじさんなのだ。こりゃ伸びたが好きになるわけだぜ。ちなみにこの回で初めて、伸びろおじさんはメガネではないんだよね。ほんとだ、イメチェンでもしてるのかね。後にわかるが、コンタクトレンズをしている可能性も高いだろうな。てな感じに、この回から伸びろおじさんはインドへ3年ほど旅立つので、原作でも3年ほどいなくはならずに1年ちょいで帰ってきており。なんでや、それは全くもって不明だが、次の登場は1981年2月小4連載、コミックス44巻、最大場であり、この回、珍しくのび太がお使いで伸びろおじさんの家に行く話で、バス停に行けばバスが、駅に着いたら電車が、目の前で出ていくんだ。交差点では、渡ろうとすると途端に赤になる。やっとたどり着いたおじさんの家はルス。と、伸びろおじさんは隣町あたりか？案外近いところに住んでおり、残念ながらこの回はおじさんはおらず、家の外観も見ることは叶わなかったのだが、物語のラスト、おじさんが家に来てルスを浴びており、しかもお小遣いまでくれるのであった。おじさんマジでいい人やな。しかもお小遣いまで。うむ、ちなみにこの回のアニメ、2015年11月13日放送、僕を蹴って最大場では、なんと伸びろおじさんの自宅を見ることができて、オートロックなしに玄関まで上がれるところを見るに、自宅がアパート、もしくはセキュリティの甘いマンションである可能性が高いだろう。おじさんアパート暮らしなのか。うむ、まあおじさんの家族描写がなされていないし、一人暮らしで一軒家ってのも少し考えにくいから、アパート暮らしの設定がされたのかもしれないわね。現にアパートで暮らしている別の兄弟もいるぐらいだしね。
ってな感じに、インドからすぐ帰ってきてお小遣いをくれ、意外と近くに住んでいるおじさんは、同年12月小6連載、コミックス36巻、坂夢でいい夢見ようにて、お小遣いをくれるおじさんとしてまた登場するのだが、この次の登場、翌年の1982年3月小6連載、コミックスプラス6巻、感激ドリンクにて、インドのおじさんが久しぶりに帰ったの？お正月に帰れなかったから、遅くなったがお年玉を1万円。と。三度目のインド、しかも今回も気前よく渡せなかったお年玉までくれるのだ。先払いができなくて渡せなくてもくれるなんて、マジでのびろうおじさん気前良すぎやね。うむ、そしてその気前の良さは次の回、1985年1月小2連載、コミックスプラス4巻、宝探しペーパーでも、のびろうおじさんがまだ来ないの。いつもは昼頃までには来るのに。あのおじさん、一番たくさんお年玉くれるんだ。と、のび太の中では最も太っ腹で気前の良いおじさんになっているのだった。そりゃこれまでを見るにそうね。だが、この回ののびろうおじさんは、正月からなのか、昼間からお酒を飲んで公園で昼寝しているのだった。意外と不用心だな。だが、のび太ドラえもんを見つけると、はい、お年玉。と、いつも通りお年玉をくれるだけでなく、ちゃんとドラえもんの分まで用意してくれるのであった。おじさんマジで太っ腹で草。うむ、そして次の登場は1989年7月小4連載、コミックス41巻、いつでもどこでもスケッチセット。工事現場なんて、ややこしくてとてもとても、と、この回宿題のスケッチの場所を探して街を歩いていたのび太。ここにもビルが建つの？あ、おじさん。来るたびに、街が変わっていく。僕らが子供の頃は、空き地がいっぱいあってさ。じゃ、絵も描きやすかったんだね、と、のび太のちょっとした皮肉がありつつ、普段のび太の街に住んでいないおじさんは、こちらに来た際偶然のび太に遭遇し、街が変わっていくのをしみじみと感じており、その後、のび家に来てパパと昔の街の地図を作る議論をしているのだった。まあ、その後いろいろ軽い兄弟喧嘩があったりするのだが、そんな感じに久しぶりに登場したおじさんは、同月小五六でも登場、コミックス41巻気まぐれカレンダーでは、7月なのにのび太が道具の力でお正月にしたので、明けましておめでとう。やあ、おめでとう。これはお年玉。と、やっぱり気前よくお金をくれるのであった。おじさんマジで神やな。しかもこのおじさん、意外とノリも良くてだな。この回、のび太がいろいろ悪さをして地球滅亡の危機に陥り、のび家一同宇宙救命ボートに乗り込むのだが、なんとエイプリルフールだと、両親とおじさんがノリノリでのび太をドッキリにはめており、意外とノリの良い両親とおじさんが見れるのであった。こいつら人生楽しんでるな。うむ、圧巻でまでして意外とノリノリなのである。ってな感じで久しぶりに登場したおじさんはノリノリになっており、次の登場は2ヶ月後、1989年9月小5、6連載、コミックス42巻、半分の半分のまた半分にて、のび太くん。おじさん、メガネどうしたの？買ったばかりのコンタクトレンズを落としちゃって、あれがないと何にも見えない。一緒に探してよ。と、先ほども一瞬メガネのない時があったが、実はコンタクトレンズをする時もあり、見つけた際には、お礼にジュースを奢ってくれるのであった。そこは小遣いじゃないのね。うむ、ってな感じにコンタクトにイメチェンしたおじさんなのだが、実は次が原作最後の登場。1990年11月小4連載、コミックス45巻、ボトルシップ大海戦では、あ、瓶の中に船が入ってる。気に入ったらあげるよ。僕が趣味で作ったんだ。おじさんが？こんな狭い口からどうして船を入れたの？一度、外で作った船を崩して、瓶に入れてからもう一度組み立てるんだ。長いピンセットを使って根気よく。と、おじさんの意外な趣味、ボトルシップの製作があり、手先が器用な一面を見せるおじさんなのであった。普通にすごいね、こんなもの作れるなんて。うむ、パパも絵画とか得意だし、やっぱのび家は芸術的なものに、何か一芸に秀でているのかもしれないな。というわけで、ここまでが原作におけるのびろうおじさんの解説のすべてだが、実は、これまでに紹介したのびろうおじさんは、今現在公式に認定されているのびろうであり、のびろうっぽいおじさんは排除されているのだ。え？どういうこと？以前、のび家の家系図を作成して判明した衝撃の事実パート2でお話ししたのだが、ここで改めて解説すると、ドラえもん深読みガイドという本を見てみると、のびろうバリエーション。そう、のびろうおじさんにはバリエーションがあり、のび太にお年玉をくれるおじさん、前髪の形を除けば、のびろうおじさんにそっくりだ。髪を伸ばしたのびろうおじさん、メガネをかけていないが、前髪の形からして右と同一人物だろうか？パパと柿の木の思い出を話していたこともあった。なんか似ているような気もするけど、これまでののびろうおじさんと印象が結構違うね。そう、でもこのおじさんものびろうおじさん同様、会うたびに小遣いをくれるおじさんなので、ドラえもん深読みガイドではのびろうおじさんと同一人物化しており、そしてここで言う柿の木の思い出とは、コミックス34巻、一晩で柿の実がなったにて、先ほどの挿絵そっくりのおじさんが、
パパとの関係を僕たち兄弟と話しており、昔のびけの庭にあった柿の木の話をする、パパとおじさんが登場する回のことであり、しかもこの柿の木、先ほどの象とおじさんの回でも、のびろうおじさんの思い出話、走馬灯に出てきたところでも疎開先ではあるが、柿の木の話が出るなど、共通点が非常に多い人物なのである。そして深読みガイドの最後に紹介されているバリエーションでは、なんと、のびろうおじさんはメガネをやめてコンタクトに変えていた、右のおじさんは前髪を伸ばしてコンタクトを装着したのびろうおじさんだと思われる、と、書籍ではいつも坊主頭のおじさんが他のバリエーションと似ていないのは、コンタクトをして前髪を伸ばし、イメチェンをしたからだと記載されているのだ。あれ？じゃあここまで来るとこの前髪の違うおじさんはもうのびろうおじさんじゃないの？ところがどっこい、ここで近年発売された全キャラの登場が記載された菊右衛門を見てみると、なんと、のびろうおじさんの登場はこれまでに紹介した原作だけであり、コミックスプラスの部分は、ほぼ確実にのびろうおじさんだろうからうぷ主が入れたのだが、前髪の違うのびろうおじさんは、のびろうおじさんとして現在は認識されていないのである。え？そうなんだ。じゃあ前髪のおじさんはどうなっちゃったの？それはだな。どういうこと？つまりだな、現在、菊右衛門では個人を特定できない場合、すべて別人物としてカウントしており、前髪の違うのびろうおじさんは、お年玉をくれたおじさん1、お年玉をくれたおじさん2、のび太のパパの弟2とすべて別人物として認識されているのだ。うわぁ、なんてめんどくさい。だが、面白いのはここからで、1991年6月21日放送、時空間取り替え機という、一晩で柿の実がなった原作のアニメ放送回で、幼少期のパパがこのおじさんのことを、のび三郎と呼んでおり、実はのび助ではないことが判明するので、現在ウィキペディアでは、このおじさんはのび三郎として呼称されており、のびろうとは完全に別人に分けているんですが、2018年11月23日放送、一晩で柿の実がなったでは、髪型が原作に近いのに、このおじさんはのびろうおじさんとして扱われており、現在公式ではのび三郎の存在はなかったことにされているんですね。なんだかいろいろと面倒な存在なのね。そう、そのくせにのび三郎という名称は使いたくないのか。先ほどの象とおじさんという話は、のび太のおじさんが子供の頃の戦争の話をするのだが、2017年7月28日にこの話がリメイクされた際は、さすがにのびろうおじさんだと年齢的に辻褄が合わないので、のびしろうおじさんという、のびすけのおじさん、つまり王子にあたる新キャラがこの役割を担当しており、明らかに三郎を避けた名前の付け方がされているんだよね。公式もわかっているけど三郎の存在は認めてない。ってことなのかしらね。そう、いろいろと複雑な事情があるのかもしれないが、今現在ではそういう扱いをされているみたいなんだな。というわけで、ここでもうのびろうおじさんについての解説は締めても良いのだが、せっかくなので、ここからはこののび三郎なる人物もついでに解説していこう。おう、お願いします。この伸び三郎なる人物は、菊右衛門では3人の人物に分けられていたが、さすがにちょっと面倒なので、ここはうぷ主独自の判断で、伸び三郎だと思った人物を、今度も掲載年月日順に紹介していこう。了解だよ。では最初に登場したのは、1976年1月小3連載、コミックス20巻バランス注射にて、伸び太が家を出た瞬間、奥から出てきたこのコートの人物が伸び三郎おじさんで、いやー、おじさん、明けましておめでとう。おめでとう。お年玉あげようね。と、気前よくお金をくれるおじさんとして登場しており、1977年12月小6連載、コミックスプラス1巻、僕を止めるのび太でも、のび家に遊びに来たそれっぽいおじさんが来ており、思いがけず1000円のお小遣いをくれたり、翌月の1978年1月小4連載、コミックス16巻、立ち夢坊でも、道すがらにおじさんと遭遇し、お年玉、ありがとう、と、なんと1万円のお年玉をもらっており、のび太は道具の効果でちょっと変なリアクションになっているが、実はこののび三郎おじさん、インドに行かないだけで基本属性がのびろうおじさんと同じであり、お金配りおじさんなんですよね。ああ、だから余計にのびろうおじさんと混同しちゃうんだろうね。そう、だけど次の回、1981年12月小6連載、コミックス36巻、坂夢でいい夢見ようでは、小遣いをくれるおじさんとして、のびろうおじさんと一緒に登場しており、実は原作サイドでは、ちゃんとのびろうおじさんと書き分けられて登場してるんだよね。いやだったら完全に別人じゃねえか。そう、だけど朝ドラでは髪型は原作そのままだけどキャラ名はのびろうだったり、インド以外は基本属性が一緒だから、ほとんどのびろうとして一緒くたにされちゃうのよね。まあ、逆に書き分けられても視聴者も困惑しそうだし、しょうがない処置だったのかもしれないわね。うむ、せめて一度でも原作でのびろう以外で名前が出ていればな、もう少し扱いが変わっただろうに、少しもったいないキャラだよな。
てな感じに、少しかわいそうなのびさぶろうおじさんだが、彼の登場はもう少し続き、次は1983年11月小6連載、コミックス34巻、一晩で柿の実がなったであり、昔ののび家の柿の木の思い出話をする、詳しい内容は各自でチェックしてほしいが、そんな思い出話をしに来た、次が原作最後の登場で、1984年1月小5連載、コミックスプラス5巻、スパルタ式苦手克服状と苦手タッチバトンでは、明けましておめでとう。おじさんだ。お年玉もらえるぞ、と、お金をくれるいつものおじさんとして登場し、さらには、ネズミといえば、今年は僕の年なんだよ、と、ネズミ年生まれであることがわかるので、実はここから年齢も逆算できて、え？そうなの？実は1973年12月小1連載、コミックス2巻、地下鉄を作っちゃいにて、パパの年齢が36歳だということが判明している。つまりパパは1937年生まれ、なのでそこから1973年までのネズミ年を調べてみればよいのだ。あ、なるほどね。つまりそれは1948年、1960年、1972年生まれになるので、1973年時点でパパが36歳なら、のびさぶろうおじさんは25歳、13歳、1歳となるわけで、のびさぶろうおじさんがお酒を飲んでいるあたり、彼は25歳で確定であり、実はかなり若いということがわかるのだ。まさかの11歳さ、でも柿の木の話とかを見るに、どう考えてもこの二人そんなに年離れてないでしょ。そう、だからさすがにそれはちょっとおかしいので、いわゆるサザエさん方式、年齢は変わらず掲載年月日で計算を行ったらどうなるのか。このスパルタ式は1984年に掲載されたから、この年にノビスケが36歳だった場合、ノビスケは今度1948年生まれになるので、そこから1984年までのネズミ年を調べてみると、先ほどとほぼ同じ1948年、1960年、1972年、1984年生まれになるので、一応ありえなくはないので同い年の36歳、24歳、12歳、0歳となるわけだが、実はこれだとパパもネズミ年になってしまい、原作では、そうそう、ネズミ年だったねなんてセリフを言っていたが、いやあんたもネズミ年だよ状態な上、同じ年というのはありえなくはないがちょっと考えづらい、そしてのびさぶろうおじさんがお酒を飲んでいることも考えると、結論として彼は24歳となるわけである。いやさっきより年齢離れとるやないか、それにやっぱこの子供時代の体格差は同い年や12歳差ではないやろ。まあ、そもそものびすけの36歳という設定がどこまで通用しているのかが不明だし、突発的なギャグ要素として入れられただろうから、そこまで深くは考えてはいないんだろうけど、ちゃんと検証すると少しおかしな設定なんですね。結局のびさぶろうの年齢はよくわからないってことなのね。まあお酒は飲んでいるから、少なくとも20歳以上36歳以下ではあると思うぞ。世間はそれをわからないというのだよ。という感じに、ちょっと脱線したがとにもかくにもネズミ年だったのびさぶろうが原作最後の登場でした。なんだかんだお金をくれるところとか、メガネをかけてるところがのびろうおじさんと似てるけど、言うてもなんだかんだ書き分けられている別の兄弟って感じでもあるわね。うむ、まあ彼を一体何者として見るのかは、それはもう各視聴者が好きに決めても良いと思うが、今回は一応のびろうと分けてのびさぶろうとして紹介させてもらいました。では最後に、ちょっとしたおまけを紹介して終わりにしよう。お願いします。この二人、基本的にお金をくれるところが共通点がゆえに、どっちのことを指しているのか原作でわからないところがあり、例えばコミックス35巻、ぐーたらお年玉セットでは、あの声はおじさんだよ。いつもお年玉くれるんだけど、と、分け合って顔を出せないのび太の前におじさんが現れるのだが、いつもお年玉をくれるのは二人ともそうであり、ゆえにおじさんはのびろうなのか、のびさぶろうなのかわからないところがあるのだ。あ、確かにね、うむ、ちなみにお年玉の金額は5000円らしいが、これだけでは判断材料が乏しいな。そんな感じに、お金をくれるが正体のわからない登場が結構あるので、ここからは一気に紹介していくと、コミックス32巻、大富豪のび太、お年玉におじさんからもらった1万円。コミックス36巻、断層ビジョン、この間のび太が思いがけずおじさんからもらった小遣い、そしてお金以外にも物をもらうケースもあり、コミックス39巻、のび太の模型鉄道、おじさんがお年玉に9ミリのゲージセットをくれた。コミックス23巻、模範手紙ペン、おじさんから立派な図鑑をいただいた。同巻、投資シールで大ピンチ、おじさんがボールペンとシャープのセットをくれた。コミックス35巻、引き書きタイプライター、おじさんに目覚まし時計をもらった等々、いろんなおじさんからお金や物をもらっているんですが、のびろうなのか、のびさぶろうなのか、はたまた別の人物なのかはわからないが、とりあえずのび太にはたくさんのおじさんがいるのでした。いや、ややこしい。まあ言おうと思えばもっと別のおじさんもたくさんいるんだけど、それは過去動画の家系図でまとめているから、よければそっちを見てみてね。では、もう一つおまけ。
スタンドバイミードラえもん2では、のび太の結婚式が実際に開かれるのだが、あ、結婚式ってことは、そう、高い確率で親戚が呼ばれているケースがあり、特にチャペルのシーン、通常チャペルは右側が新郎の関係者であり、最前列が父、母、兄弟、2列目以降が親族、残りが友人などになるので、つまりここにいる7人はのび太のおじさん、おばさん、姪っ子おいっ子の可能性が高く、その中でもこの二人、この二人は顔的に非常にのび郎の可能性が高く、実はのび郎おじさん、これまで映画などには一切登場しておらず、この映画でもエンドクレジットに名前を載せていないのだが、もしかしたらここが初の映画出演の可能性があるんですね。確かにそれはありえそうね。うむ、披露宴でもパパママと一緒にテーブルを囲んでいるし、ここ本来は兄弟がいれば、新郎以外の家族でテーブルをまとめられるんだけど、のび太は兄弟がいないから、親族とまとめられているケースは十分にありえるだろうな。それにのび郎おじさんが独身なら、こっちのメガネのおじさんがのび郎の可能性が高いだろうな。結婚して家族がいるおじさんおばさんは、またその家族としてテーブルをまとめられるだろうから、残ったおじさんおばさんがのび家のテーブルにまとめられているんだろうね。のび郎は余り物扱いで草。まあテーブル数増やすとお金もかかるし、花代とか高いししょうがないね。というわけでこれにておまけは以上、そしてのび郎&のび三郎の解説は以上にするぜ。ドラえもんの名エピソードの一つ、ゾウとおじさんでエンド帰りのおじさん。パパの弟として登場したのび郎おじさん。おじさんは近くのバスや駅で乗り継いで行ける場所に住んでおり、仕事柄か、なぜかよくインドに長期間出張、そしてジャングルを歩き回るような仕事をしているのだ。そんなおじさんは長期前がよく、のび太に出会えば基本的にお小遣い、お年玉も親戚の中でトップ、しかもインドに出張中はお年玉の前払い、さらには渡せなかった場合は後払いもしてくれるという、とんでもない太っ腹な人物であり、その上ドラえもんの分のお年玉も用意したり、ドッキリにノリノリで付き合ってくれたり、ボトルシップを作るような器用な人物で、のび太にも好かれているおじさんなのだ。そんなのび郎には、非常によく似た人物のび三郎なる存在がおり、原作では明らかに書き分けて登場しているが、存在が似ているのでかつては一緒くたにされていた。だが、大山ドラでのび三郎という名前を与えられ、存在を分けられたかと思いきや、現在の朝ドラではのび郎としてキャラを統合しつつも、原作の髪型はそのままだったり、菊右衛門ではさらに細分化して分けられており、なんだかよくわからない存在なのだが、のび三郎という名称は避けており、のび郎の代役として登場した新キャラは、のび四郎という名前であり、明らかに三郎を意識された名前だったり、公式でも存在がふわふわしている、のび三郎というのび郎みたいなおじさんもいるのでした。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。